アルコレミング有島コレスケと申します。よろしくお願いします。レコードでソウルファンクあたりを聞いてて、だんだんブラジル音楽に興味がこう移っていって、そのブラジル音楽のコード感とか音階とかもさることながら、そのガットギターの音色というか、アコースティックギターとはまたちょっと違う、あの雰囲気をすごい取り入れたいなと思いまして、まずガットギターを買うところから始めて、やりたいことはああいう感じっていうのはあったんですけど、ガットギターとか打ち込みも入れたいなという漠然としたイメージはあって、それをどうするかっていうのはちょっと悩みましたけど、こうちっちゃい塊みたいな、まあそれこそタイトルに衛星ってつけてますけど、そういうイメージで、今までの過去2作がなんかこうでかい星だったとして、なんかこう衛星飛ばすぐらいの感じで考えると、すごいふっと楽になったというか、じゃあこういうもの4個でも1個みたいな、無理せずできるやつを作ろうっていうふうになりましたね。イメージが固まったというか、音数がやっぱり少ないから、その分歌がすごい聞こえるっていうのはあると思うんですけど、基本的に家で曲作ってる時も、最初はギターと歌からくっつけてたり抜いてったりっていう作業なので、そうですね、大事にしてるのが割とやっぱりコードと歌のメロディーの兼ね合いが一番僕は好きなので、自分の曲の中で、なので、まあそこが出るというのは全然いいことだなと思っております。で、その EP にするにあたって全部こう歌があってっていうのよりも、まあ、その4曲ないし3曲ぐらいで1曲1個という世界っていうのを完結させたかったので、1曲目の雰囲気とかを壊さない、このイメージを塗り替えすぎないみたいなものが欲しいなと思いまして、でインストが入ってくるのもありだなという、この雰囲気の曲調だったらと思って、そうですね、全体のバランスですよね、割と気に入ってます。今のところムード的にはそういう気持ちなので、でもこれもなんかそんなに見つけた、発見したっていう感じじゃなくて、前から持ってた要素の一つな気もしてるので、割と並行して好みのものがずっとあるんですよね、僕昔から聞くジャンルにしても。なので、もうもちろんこういうのも全然好きなんですけど、だからといってうるさいバンドやらないかって言ったらそんなこともないので。でもまあそうですね、構想としてはまだ衛星1個しか飛ばしてないので、やっぱ何個か飛ばしたい気持ちもあります。周りを固めたいみたいな。ここ1年ちょいずっと一人でライブ、一人でこう重ねたりしてる、ライブをしてるもんですから、いかんせんなかなか派手にこうレコ発バーンっていうのがしにくいんですよね、気持ち的に。まあライブはでもあるので、ちょいちょい、もちろんここに入ってる曲もやりますし、これといってこう特別に銘打ってレコ発ですっていうのは予定は今のところないんですが、ああ3月20日、まあそうですね、侍のやつも、でもなんか友達3人でやってるやつみたいなイメージだから、そんなにレコ発って感じでもないんだよな。気持ち的には出した後のライブやでっていう気持ちはあるんで、ちょいちょい来てくれればって感じですね。